湘南ヘルスイノベーションパークとフォーブスジャパンが新たな未来の可能性を探る。異なるフィールドのイノベーターたちのそれぞれの未来が出会うクロストーク。今回は分子生物学者で創薬ベンチャー経営者の加藤寿蘭、サッカー元日本代表監督で FC 今治代表取締役会長の岡田武、前例のない挑戦で道を切り開くための新たなアプローチとは。希少疾患になってくると、そもそも薬がない、払える値段のお薬をお届けするっていう前例がまだまだ少ない。開発をするけれども潰れていくもの、あるいは戦略上の理由でやめてしまうものっていうのがどんどん溜まっていくんです。もったいなすぎるんです。そして僕らがやりたいのは新しいコミュニティを作りたいと思っていて、58ある J リーグのチームが全国でやり、 B リーグのチームが中心になって、要するにボーダーのないコミュニティがやったら国が変わっていくんじゃないかって。未来と未来が出会う時、どんな発見が生まれるのか。フューチャーミーツフューチャー、イノベーターたちの異分野対談。どうもこんにちは。はじめまして。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして、はい、改めまして加藤寿蘭と申します、はい、ベンチャーをスタートしてこのアイパークで研究しております。創薬ベンチャージェクスバル代表の加藤寿蘭、カリフォルニア大学にてがんの分子標的薬を研究後、武田薬品工業に入社。10年以上にわたりがん創薬及びドラッグリパーパシングの研究に携わる。2018年、希少疾患を対象とした創薬ベンチャージェクスバルを設立。これまでの経験と人脈を生かして、質の高い候補化合物と効率的な研究開発戦略を武器に挑戦を続けている。ジェクスバルがオフィスを構えているのは、対談の舞台でもある湘南ヘルスイノベーションパーク、通称湘南アイパーク。神奈川県藤沢市にあり、製薬企業、次世代医療、AI、ベンチャーキャピタル、行政などおよそ150の幅広い業種や規模の産官学が結集。エコシステムを形成することで、さまざまな視点からアイデアを広げ、ヘルスイノベーションを加速する場となっている。よく聞くのは、その薬ってね、開発するまでにすんごいお金と時間がかかるからね、なんか今のほらとんでもない高い薬あるじゃん、なんでこんな高い薬って言うけど、まあ、それぐらいつけなきゃ元取れないらしいってよく聞くんですよ。そうなんですか、やっぱり。はい、おっしゃる通りです。それで医薬品業界、こうどんどん生産性が右肩下がりで、うん、お薬を出すために、まあ、当局もこう安全を十分に確認しないといけない、うん、だから安全性の試験にお金がどんどんかさんでくる、うんうん、さらにその大体もう見つけ尽くしてしまったので、物が出にくくなってる中で、うん、どうやって医薬品業界全体をこう維持していくかっていうのが課題になってるんですね。医薬品生産性が落ちてるということで、うん、開発をするけれども潰れていくもの、あるいは戦略上の理由でやめてしまうものっていうのがどんどん溜まっていくんです。もったいなすぎるんです。で、その一方でなんとかそういうものをもう一度再発掘して新しいオポチュニティを、価値を見つけ直そうっていうのがもう10年20年業界で定着しつつあるんですけれども、取り残したものを再発掘しようとした時に見つけた機会というのが、希少疾患っていう病気のオポチュニティだったんですね。希少って少ないっていうんですね。少ないっていう意味です、はい、大体1万人に1人とか10万人に1人。でも希少っていうからには、もしそういう薬を作ったとしても売れる数はそんなに売れないわけじゃない。そうですね、そこは大変だよね。そうなんですけど、うん、各国がいろいろ行政が働きかけて、うん、会社に対してこうインセンティブを与えるんです、うん、税制優遇であったり、うんうんうん、そういうものを見つけたら一番乗りになった会社にはこう優先的な権利を与える。なるほど、なるほど。で、
大体病気っていうのは一個の病気の延長上にいろんな病気があるので、うん、入り口はそこにするけれども、その後ろにはもっと違う病気もある。今私たちが使ってるのだと神経系の病気、希少疾患なんですけど、他にも効く可能性があるんだ。そうです、自閉症とか。で、自閉症は昔は何万人に1人って言われてたのに、うん、今は60人に1人ぐらいって言われてるので、うんうんうん、まあ、そういうところ全体を合わせれば価値として出てくるというふうに期待して。そうするとインベストしてくださった方っていうのもそういう見返りを求めてる、それとも見返りというよりもそういう意義に共感してお金出してくれてるの？その夢にまず乗っかっていただきつつ、うん、まあ、キャピタルゲインという形で、うん、それも追求されてると思います。実際はですね、うん、希少疾患を開発してる会社を欧米では8割ぐらい売るんですね。そういう500億とかで売るわけですね。要するに5億お金を入れたら500億になるとか、そういうような。要はさっき言われたように資本主義の中でもその薬から次のマーケットが広がったりして、はいはい、企業価値が上がってくるわけね、はい、そうですそうです、おっしゃる通りです。そうなんだ。それだったらあり得るよね。そうですね。その代わり新しいそれを見つけない限りダメなわけね。そうです。それで成功確率があまりにも低いわけなんですが、うん、私たちが考えているのは先ほどお伝えしたように製薬会社がこう取り組んできてある程度磨き上げたけれども、うん、その会社の優先順位付けの中で止まってしまうものっていうのがたくさんあるんですね。なるほど。その会社の戦略に合わないから、うん、それもったいないので、うん、そうするとそこまで開発終わってるのでゼロから始めないでいいから。なるほど。時間も短い、つまりコストも圧縮できて、うんうん、早く製品になる、かつある程度まで進んでるので、うん、安全性をクリアしてると、うん、そうすると成功確率も高い。そしたら結構ビジネスとして投資する人かなりいるんじゃないの？その奮闘中です素晴らしいよね、そういうチャレンジをされてるっていうのは勇敢だよね。サッカー元日本代表監督の岡田武、1997年に日本代表の監督に就任し、チームを初の FIFA ワールドカップ出場へ導く。2014年愛媛県今治市にて J3 FC 今治のオーナーに就任。監督から経営者に転向して新たな挑戦を続けている。もともと日本の岡田監督だったところから、うん、どうしてその一地域のクラブの方にこう転向してリスクを取られたんですか？僕らの企業理念というのは次世代のために物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会づくりに貢献すると。物の豊かさって数字で表せるもの、心の豊かさは数字で表せないもの、こういうものを大切にする社会を作ろうって7年半前に始めて、それに共感してもう東大出たりなんかすごいやつらがバー集まってきて、それでやってて、で僕らがやりたいのは新しいコミュニティを作りたいと思ってて、この格差というのは資本主義の中でしょうがないんだけど、下が今ゼロに近づいてる。この豊かな日本でご飯がまともに食べれない子供がいる、家がない人がいる。じゃあ FC 今治のファンクラブというコミュニティ、これは県とか市とか国というボーダーがないコミュニティ、このコミュニティに入ったら衣食住を保障し合うベーシックインフラ、要するにみんなで余ってる服を持ち寄って使い合おうと。で僕ら畑もやるし、オープンキッチン、フードバンクもやるんで、町のレストランのシェフに月1回ボランティアで来てもらって食材提供するからみんなで安く食べる、家は空いてる家いっぱいあるんでそれをみんなで修理して住むというような、そういうようなコミュニティを作っていきたいと。でそれを58ある J リーグのチームが全国でやり、 B リーグのチームが中心になって、要するにボーダーのないコミュニティがやったら国が変わっていくんじゃないかって。僕がね起業みたいにした時、今場合で岡田さん大変なこと始めたねと、スタートアップの9割が5年以内に潰れんだよと、岡田さんはそれのチャレンジしだした。え、9割も潰れんですかと、もうこれデータに出てますと、やめようかなと思ったんだけど、でもねこのリスクにチャレンジする人がいなくなったら社会が変わんないんだよっておっしゃって、で僕はもう5年なんとか持たせてもう必死になってやってきて、なんとか7年持ったんだけど、
小疾患の学会に行ったらお父様がその患者団体の代表されていて、うん、なんとか治療法を見つけたいから、うん、先生方をこう世界中から集めてきて国際学会を持つと家族ぐるみで後ろで話を聞いていて、うん、で分からないことを直接お医者さんにも聞ける場も作ってると、うん、そういった中でそのたまたま遺伝子にこうなんか食い違いがあることによって、はいはい、そういうご家族の生活って一変するわけですね、うんうん、でそういうのを見て、まあ、自分が見つけたものがもしそこに効くかもしれない経験もそれなりに積んできたし、あるいは経験を持ってる仲間にも恵まれたので、うん、その患者さんやそのご家族がその病気と向き合ってるのと同じようにその時間を一緒に自分もシェア、うん、自分の時間もシェアして取り組めたらいいのかなと思っていて、みんなで一緒に取り組もうとすることが大事なのかなと、うん、アポロジャイズレーターっていうか、とにかく挑戦してやっちゃってから、うん、うまくいかなかったら謝ればいいっていう感じで、今もこう始めるところから入ってるんですけれども、うんうん、まあインベスターも入ってきて来ると、まあ、なかなかアポロジャイズレーターということにもいかなくなる中で、うん、あの間違えずに決断をするとき、あるいはこうやろうとすることが初めての取り組みになるときに、なかなかこう理解を求めるのが大変だなと思うシーンがあって、うん、その本の中でそのコートジボワール戦の後にその、うんうん、普通3人で守るところを横一列5人並べるっていう、そのそんなこと書いてありました。常識じゃないことをやり通すその勇気というか、うん、どんな。そうだね、やっぱりね、僕の性格上もそうなんだけど、本当に追い込まれてどん底を経験するとね、僕はよく言う遺伝子にスイッチが入るっていうんだけど、生物学者で昔村上和夫先生っていう人が、我々氷河期や飢餓期を超えてきたご先祖様の強い遺伝子持ってるんだけど、こんな便利快適安全な社会にいたら遺伝子にスイッチが入ってないっておっしゃってて、僕はそういうどん底行った時に遺伝子にスイッチが入った感覚があったんです。僕が行った時誰も認めてくれなくて、お前どうせ有名人が来てちょっとやって帰るんだろうとかね、お前骨をうずめるつもりあんのか、今治は無理なんじゃそんなことって散々言われたよ。でもう何やってもダメだ。ところが去年ぐらいから変わり始めたね。でそれは何かやったら、僕らは例えば友達作戦で、僕らみんな都会から集まってきて、今バジの友達がいないことに気づいて、残業8時まして友達5人作ろうとか、孫の手活動つって、おじいちゃんおばあちゃん困ったことあったら何でもやります、あの言ってくださいと、無料でもちろん、そういうようないろんな活動してきたのがね、去年ぐらい、本当5、6年かかってようやくね受け入れてもらえるようになって、そうすると何かっつうと、今治の人の気持ちが変わり始めた、うん、変われるかもしれない今治。そうするとみんなが SNS でこんないいことあった、こんなおいしいもの食べたって言うと、なんか面白そうだって人が集まってくるんですよ、うん、地方創生って若者の仕事を作るとかいろいろ言うけど違うんですよ。そこに住んでる人がいかに生き生きと生きるか、今治ね今1500人入ってくるようになって、亡くなってる方1500人でトントンで、でも減らなくなったんですよ。20万人以下の都市で一番移住したい町日本一が今治になったんですよ。そうやってね、だからおそらくそういう目に見えない価値っていうものに今みんなが動き始めてる、みんながこう元気になって SNS でいいことをこう流すことが、実は目に見える資本が入ってきてるんですよ。そういうのはみんながこう好循環になってくると思うんでね、多分いけますよ。伺っていて、その岡田さんから今治への働きかけだけじゃなくて、今双方向になって、うんうん、そこにこう循環する仕組みがあるんだなと。そうだね、すごくそれが波及効果として日本のまたいろんな地域で、うん、そういうのがモデルに、今治のモデルが適用されて広がっていくのかなと思いました。今治ってこう都会からも遠いところで、そのお金を募るときとか、サポート支援する方を募るときって、結構遠くの方にもお声掛けされるんじゃないかと思うんですけど、そうそう、どうやってその当事者になっていただくんですか。最初はね、もう本当に僕の親しい人に、お前本気でそんなことするのかと、お前なんでそんなことするんだって言いつつ、なんか心配だからちょっと出してやるっていうところから、でやっぱり
僕がやってきたこと何かなと思ったら、まあホラーに近いような夢を語ってね、それでリスクを犯してチャレンジしてたら、なんか人が集まってきてお金が集まってきたっていう、そんな感覚なわけ。今度里山スタジアムを建てるのに40億の資金調達しなきゃいけなかったんですね。ちょうどコロナで今治の財界の方が、こんな時にお前資金調達なんか無理やめろって言われて、じゃあ東京でやっていいですかって言って、東京でこう始めたらお金が集まりだして、ただじゃあ今治に今投資してくれてたって誰もしないですよね。でもラスベガスだってそうだって、あの砂漠に投資してくれてたら誰もしないけど、ここにこういうものを作ってこんな社会こんな豊かなことをするんですって、そういうストーリーに投資してくれたわけね。特に東京の若い人、若い起業家、彼らはまあ僕らの年代って物に執着するんだけど、彼らは物質的な豊かさより文化的な豊かさの大切さを知ってるわけよね。それがコロナになって2ヶ月家にいて、あれこんなにお金使わないで暮らしていけんだ、今まで何使ってたんだって、不要不急のものに使ってたわけよ、うん、じゃあ今度使うのは応援したくなるもの、共感するもの、つまり目に見えないし数字で表せない価値、そういうものにお金を出し始めた。でそれを見て今治の財界の俺たちもだってこうなってきたね。伺っていて思ったのは、その人間としてのそれぞれがこう同じ等しく幸せな世界なのか、うん、あの居心地のいい世界なのか分からないですけど、あの豊かさを追求していくところで時間と空間を共有してるからこそ、うん、そういうことが動くのかなと、ね、あの僕が思ってるのは、例えば僕大阪出身で、昔隣の親父は酒飲んだら子供を殴るから、あんたらうちの家で一緒にご飯食べとかね、ガキ大将が障害者連れてお前こいついじめたら許さんぞつって遊んだり、みんなインクルーシブにやってたの。それがコミュニティが大きくなると、障害者はこっち老人はこっちって効率を考えるようになるね。民主主義もそうで、あのうちの親父の友達のお父さんのなんとかつながりが、なんか顔が見えたら、そんなひどいことは言えないけど、ま、大きくなりすぎるともう平気で分断が起こるようになる。だから僕はそういう小さなコミュニティを作っていく、共助のコミュニティみたいな、それがこれから人類が生き残っていく一番大事なことじゃないかなと思ってて、そのコミュニティっていうのがボーダーで区切れてない常に開かれたコミュニティで、だから僕加藤さんの話聞いててすごく思うのは、なんかそうやって加藤さんも何かに縛られてないじゃないですか、そういう難病の人たちを救いたいと、そういうことを思う人がこう集まってくる。先ほど岡田さんがおっしゃってた、あのお薬とんでもない値段がついてるようなものがあるって、私もそれも問題だと、その2億円とか5000万円って言われても、その誰、薬が必要な人全部じゃなくて、どこかのお金持ちの国のお金持ちにしか行かない状態は良くないと思うんですね。で特に希少疾患になってくると、うん、そもそも薬がない、うん、90% 以上薬がない状態なんですね。でそこに払える値段のお薬をお届けするっていう前例がまだまだ少ないんですね。でそれに取り組むためには、その開発のコストをいかに回収するかっていうビジネスになってないといけない、うんうん、資本主義になってこうビジネスのルールにのっとってお金を還元する仕組みを作らないといけないんですけど、そこになかなかこう成功がないのは、まだ取り組んでる会社が少ないからだと思うんですね、うん、でそこに取り組んで、例えばこのベンチャーで成功したならば、まあ、あるいはいい線行っただけでも、うん、その後に続いてくるベンチャーがいるんじゃないかなと、うん、そうすると結局人間の活動ってトライアンドエラーで、いろいろなことに挑戦し続ける、そのエネルギーの過程で何かこう、うん、新しいものが生まれてくる、まあ、そういうなんか一つのきっかけになればいいなというふうに思ってます。すごいね。で今のね資本主義の中でね、やっぱりそういう希少な病気だったら作ってもそんなに売れない、それだったら高くするしかない、うん、じゃあこれを安く資本主義の論理の中でやろうとするとほぼ不可能になってくるわけ。そうするとそこで考えなきゃいけないのが、資本には目に見える資本、数字で表せるもの、それと数字で表せない目に見えない資本というのがあると思うんですよ。そしてこの目に見えない資本の価値を今 ESG だとかね SDGs だとかみんなが言い始めてる、人類がって言ったらオーバーだけど人間が意識が変わり始めてると思ってて、
それで会計会社なんかでもいろんなところがそういうESG を数字で表そうとしてるわけ。今まで四半期決算の中に例えば感動5000万って言ったら投資家に怒られるよね、株主に。でもそういうふうにこの仕事は数字ではペイしてないけどこんな素晴らしい、みんなを笑顔にしたよねとかね、そういうものが価値として認められる時代が来ると思うんですよ。加藤さんはきっとそれを訴えて、それでビジネスとして成り立たして成功していって、そしたらみんながどん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 この社会を変えていくように、おっしゃったように次のに続く人がね、同じような手法で社会を変えていく、そしたら世界中の人の意識がこう変わってくる、なんかそういう循環になる最初の一社というか、そういうのにぜひなってもらいたいと思いますよね。それ素晴らしいことされてるから。先ほどね、この iPark っていうのはもともと大きな製薬会社の研究所だったのを、いろんな知恵を取り入れたりするためにオープンリソースをこう取り込むように、いろんな人が入るようにできたとおっしゃってましたよね。でこれはその製薬に関係ないところも入れるんですか？ヘルスケアを巡る直接ど真ん中でやってる会社からおそらく始まったと思うんですけれども、その活動の延長がこうどんどん輪が広がっていて、その周辺に取り組みたいと考えられている企業様だったり弁護士の先生だったり支える方々、いろいろな方が入居されていると。で加藤さん、ここへ入ろうと思われたのはどういう？お薬で先ほどお伝えしたように、いろんな専門の方の知識が必要なんです、うんうん、その小さいベンチャーだとその一つ一つをこう探してやっていくとエネルギーが足りないわけです ね、うん、ただここにいればそれが皆さん一箇所にいらっしゃるので、ちょっと捕まえて聞く、それだけでも助かる時がある。例えばランチの時にちょっと知り合ってなんかヒントが得たりとか、そういうこともあるんですか？そうですね。でアメリカに留学した時にびっくりしたのが、その違う領域の人が一緒に何か始めようっていう距離感がすごく小さいんですね、うん、物理の先生と生物の先生が一緒にやるとか、大学院の時の先生がいつもモットーにしてることがあって、Always Friendly Atmosphere って、常にこう、うん、友達の雰囲気がないといけない、それからコンスタントエキサイトメントがないといけない、うん、でフルデボーションがないといけないと、うん、おそらく言わんとしてるのは、研究ってやっぱりインスピレーションが大事なんです、うん、でインスピレーションは自分だけで考えてても出てこなくって、やっぱり外とこう中と外のやり取りを繰り返すことによって出てくるっていう時に、まあ、ある程度の規模感を持ってここにいるっていうのは大事なのかなと感じています。いや、もうおっしゃる通りですよ。本当に知の共有なんですよね。おそらく例えばサッカーのコーチっていうのはみんなプロだから、自分の才能は自分の財産です。ところがうちは岡田メソッドつって、それでIT 化して全部自分の考えとかやった練習とかこうアップしていくわけです、うん、そうすると今まで自分が失敗したり成功したりっていうので自分がインプルーブしていったのが、いろんな他の人の失敗まで参考にできるんで、めちゃくちゃ成長が早くなったんです、うん、これはね、知の共有っていうのはこんなに大事なことなんだっていうのを思う。それとともに人の練習とかみたいに、僕は経営者だから経営でもそうなんだけど、なんかひらめくときって違う人のものを見てひらめくんだよね。スタジアム、どんなスタジアム、普通のスタジアム作ったってこんな365日人来ねえような、なんかどういうイメージなんだろうってこうぐだ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 してて、大見八幡にある種屋さんがやってるラコリーナっていう工場兼こうパークがあるんだね。僕は種屋さんの社長に呼ばれて行って、入った瞬間にこれだって思ったわけ。こういうスタジアム俺作りたいんだ。で全然スタジアムじゃないんだよそこは。でもイメージがピーンときて、そうだ里山だって、そういうような、だからこれサッカー界でスタジアム見て回ったら絶対怒らないわけ。そういうのがね、僕の場合なんかいろんな人に教えられるっていうかね。スポーツってこうそれぞれの選手がストイックに追求されてるのかと思ってたんです。そういう場の共有っていうのが大事なんですね。ものすごく大事ですよ。選手もね、実はそうなんですよ。誰かベテランの選手とこう話してて、あ、そうか、こういうことやってみようかとかって、そうやって自分の新たな才能を見つけるやつもいるんですよ、うん、
絶対ね、いろんな人に会ったりいろんな違う分野とかね見て、で行かなきゃダメよ。こうやって本読んで、じゃあ僕本読んで面白そうだなと思ったら、なんかつて探して会えませんかつってすぐ会いに行くし、そうするとなんかあこれいけるかもしれないとか、なんかあれなんか前こういうのあったなっていうのがピピッとシナプスが一緒になって新しいアイデアが出てきたり、おそらくその資金調達をされた中でこれまで成功し続けた岡田さんの実績があるからこそ乗ってる方々が多いのかなと思うんですけど、その成功し続ける秘訣は何ですか？成功し、あのね、成功するまでやるんだよ。失敗しても失敗しても失敗いっぱいしてんだよ。ほんとみんな大きな勘違いしてんだけど、ものすごいたくさん失敗してんだけど、僕はその起こることっていうのはね、自分に必要なことしか起こんないと思ってるわけ。要は起こることっていうのは自分を成長させるために起こってて、その意味を考えることが大事だと思ってるから、僕は失敗だらけで失敗いっぱいしてるけど、簡単にはへこたれない、諦めない、もう山ほど失敗してるし、でも僕はそれがチャンスだ、常にそうやってそれを自分の糧にしていったら、なんかどっかでポッと結果出てくる。でまたこうやってダメになるわけで、またそこでやってるとなんか結果がつながってくるって、そういう感じかな。成功だけしてるんじゃないと、うん、ものすごいたくさんチャレンジされてる様子を伺ってやはりその挑戦し続けること、うん、でそこから出てきたものがきっかけになって、きっといろいろな方にインスピレーションを与えられてるんだろうなと思いました。僕はその目に見えない資本、心の豊かさを大切にするって言ってるからには、信頼を絶対裏切っちゃいけないと思ってるんですよ。でそれでもやっぱり不安がある。それなのにまだ僕よりだいぶ年下の女性が、確率的に言うとどうも俺と同じぐらいかかなりそのリスクのあるね挑戦をされてるっていうんで、僕はなんかちょっとホッとしたっつかね、ああまだ俺こんなことで弱音吐いちゃいけねえなっていうのを今日ちょっと力をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。彼女加藤さんなんかはその新しい価値を作っていける、それも目に見える価値を作っていけることにチャレンジされてる。で改めてじゃあ僕らが目に見える価値作れるかって言ったら、作れないんだなやっぱり。そしたら僕たちは目に見える価値っていうのは、まあ結果だったりチームの結果だったり、これはもちろん残さなきゃいけないけど、やっぱり本当に大事な目に見えない価値っていうのを追求し続けなきゃ僕らの存在価値ないなっていうのをね、改めて。彼女のとこは企業価値が大きくなってバイアウトしたりそういうことができる。でもサッカークラブ企業価値が例えばまあうまくいって100億いったとして、それをバイアウトしたら誰が買うんですかと。そんなのその地元に根付いてるもんだから、だからコミュニティを売ることになっちゃうから、あそういうものじゃないなと。まあ IPO も考えてるんだけど、改めて自分たちの価値っていうのはどこにあるのかっていうのを気づかせてもらえたかなと思ってます。やっぱり先駆者であり続けられた方なのかなと思いました。新しいことに挑戦をされて、その成功した後に新しいことに挑戦されていたので、いろいろ考え尽くしてからそういう中にグランドデザインがあって入られたのかと勝手に思い込んでいたんですけれども、そうではなくて、その始まってから考え始めて、考えに考えてポッとインスピレーションが出て、それをまた周りを巻き込んで実現していくという、まあ、その経営者としての在り方というか、アントレプレナーシップというか、すごく学ぶところが多かったです。対談の中から未来につながるというよりは、その実現できるかわからないチャレンジングだなって思って、まあ、時としてこう悲観的になるところもあるんですけれども、今日お話を伺っている中で、まあ、やってみたらうまくいくんじゃないかという勝手な、なんていうか元気をもらったというか、部屋にいないで中の仕事は私よりも知識も経験があるみんなに任せて、ぜひインスピレーションを持ち帰る係になれればなと思っています。
前例のない挑戦に取り組む2人に共通していたのは、描く未来を伝え続け共感する人を増やすこと。2人の新しいビジネスの形が見えない価値を大切にするこれからの社会を作っていくのかもしれない。